っていう声がずっと聞こえてます。はい、内江です。よろしくお願いします。だから何やねんっていう。失礼。さあ、ほんならやっていきたいと思います。続きから。な。こんうち。こんうち、はい。ひなさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。あ、鹿だ。へえ。アランウェイかーい。あー、こんなシーンあったような気もするなーということで、カイちゃんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。あ、こういうことか。ラウラウラウラー。おら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 、踊りえぞー。武器を持つ途端に強気になる、打ち得そうなんです。何あれ、カメハメハ大王の像？あ、友達や。強制スクロール対やばそう。え？あ、速攻で移動せってやつか。おい。え？なに、どないせえっちゅうの？え、無理じゃない？え、何？どうすんの？眩しいって。あ、ギリギリ乗れるんか。え？ちょっと待って待って待って。いばらないとこで待機とか。いばらがないとこで待機。了解。ちょっと待ってね。なんか映像が、多分、ガンマがちょっと高いんで。これ見える？見えます？大丈夫？見えてはいる。結局一緒っぽい。ああ、そういうことか。なるほどね。
影に闇に隠れて生きるってことか。俺たち妖怪人間なのさ。え？一定周期であれだから、これを見つかってねえのがやべえな。なんでこれ見つかるやろ普通。ちょっとまたもう一回逃しますね。これもちょっとわざと一回逃そう。見つかっててもあれなんだ。隠れたら OK ってことか。じゃあなー。暗い。なんか意味ありげなんだよな、こっち。なんもないの？なんもないの、そう。カメハメハ大王の像のようなもの。かつてこの地は偉大な王様が治める平和な国でした。しかしその彼は姿を茨に絡め取られ、闇に漏れた世界の少女。いや、これが王様か。わあ、助けてー、助けてー、たい。俺が守る。俺が守る。ありがとう。レムスはいつも彼の友達に気をかけていました。ありがとうな。なんか、なんやろ、コントローラーの押し込みが変。オーリーを子供がいて絶望し母親に突き込みにしに。これか。They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. これ英語か。え、英語？違うの。
何これ、どういうこと、なんか巨人みたいなのがいて風飛んでますね。どういうこと。はい。え？なんかアサシンクリードみたいな。あの勢いで捕まったら普通こ、もっとずり落ちると思うんだけどな。えいやーよ。こいせー、どっ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 こいせー。あ。連打だと思ったらさ、押すのが正解だったっぽいっす。で、こっちに何かあるかな？なんもなーい。なんもなーい。キキド一生懸命を住みたいな。いやもうマジでそんな感じ。で、何？姉ちゃん！違う。あれ？え、お前。え？なんか人の顔してたぞ、こいつ。何これ、え、なんかの道具っぽい。あ、これで、おうほうほうほう、おもろいアクション。どこしようどこしよう。なんかありそうだな。何かがありそう。何があるかな。あ、何お前ら。こっちは光のもんやぞ。フルディニー。登りはしたけど、こっから？左、クラピカ理論。あ。あ。あ、ごめんなさい。じゃあ右行くか。右行ってみよう。あ、何もないわ。クラピカ理論が正解だった。わあ。で、あれだから、こっから、おら！
ここで元に戻れるようになったけど、どういうことか。ボートがここに来たから、あ、こっちに行けるようになったところね。ああ、なんでやねん。そこは、なんか謎のガードとかしてくれよ。なんかあるんかな。あるわ。何？あ、これか。トリガーの引っかかりなんだろうな。すげえ気になる。あ、ちなみに音質どうですか？私の方の配信の音声の。特に問題ないですか？おぉ。私は問題なしポップコーン。ポップコーン。あらず。スマイル。あれです。まだ大丈夫かな？あ、なるほどね。あ、失礼。くしゃみが。なんとなく何せなあかんか分かったぞ。だよね。から、要は、丸と十字なんだよね。だからこれと、これを混ぜたものを、ここで合成して、それをかけると、火が消えますよっていうことだと思う。大正解。で、次のこれが、長方形と丸三つ。これが？長方形じゃない。これか。これと、ちゃうな。これか。を、合成させたものを、作って混ぜると。いうことだよね。OK! Witchcraft。なんかがあるんだな。今もう泣く必要ない。明日にはすべて悲しみ。これあれのレオナルド・ダ・ヴィンチのやつの逆バージョンですね。
心の奥底が聞こえてくる声に耳を澄ませるんだ。羊の群れを取り巻く奥。うん。もはやもろく孤独な身ではなく、この赤ちゃんの鳴き声なんなん。ちょっと待って、早まるな。何？何をしよるの？黒魔術？え、怖っ。出れない。なんか本が降りてきた。これを？ああ。そうして。おう、積んで、一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため入れて。何？え？ああ。魔女は彼の先へ進んでいきました。オーリには勝っていました。彼女の儀式をつかめる。He did not catch up with the woman. The swamp would swallow another child. あ、今の魔女か。Not know that someone else wanted to hold him. 闇のサンバが。A midwife who wanted more dark souls to take care of. 多くの魂を求めていたのです。こっち？闇のサンマ。闇のサンマ。死んだんだけど。闇のサンマ。ちょっと待って待って待って。ってことは光のサンマもあるってこと？どういうこと？これ、ちょっと待って。ひょっとして、これ、わっつんだ？あ、違うわ。なるほどね。おーい！まっすぐやと思えろ！主人公の池子ちゃん、二度付けは禁止です。そんなええもんちゃう。か。
待って待って待って。何いいもの。え、絶対これ乗り続けたら沈むやつよね。ほら。もう池の水でお腹タクタクだって。あ、下かよ。じゃ、微妙に見にくい。池の水でお腹タクタク、もう申し訳ない。ごめんね。よし。いやー、コーラやっと、踏んだくなった、コーラやっと、待って待って、よいしょ。え？なんかすげえ、池のこんなところでやるの、あ、バイオハザード4思い出すんだけど。なんかいる。うん、まぶしい。はよ行かなあかんねん。ずいぶんのんびりしてんな。ほら、急げー、急がしてくれー、ほらー。サンライトイエロー、オーバードライブ。あちゃえ、どういうこと？あ、そういうことね。扉を完全ロックされたから。おー、待て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 ー。
待て待て待て、追っかけられるのやだー。逃げろ逃げろ逃げろ、逃げるんだー、逃げるんだよー、ジャンプ。待って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 、おう、あぶっ、何、どうしたどうしたどうした、何かに恐れをなして逃げた。こんにちは、ホラですか。こんにちは、はい、ダクさんいらっしゃい、ゆっくりしてってください、ホラゲです。ブランブル、ザ・マウンテン・キングかなっていう、北欧神話をモデルにしたゲームですね。なんかおるな。間に合う、これ間に合うんか。やばーい、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 よし、どっち、え、こっちか。道を開けい。道を開けい。道を開けい。うわあ。魔女の方が死んだ？田んぼのおたまじゃくしあんな感じ。そんな可愛いもんか？その時にカメラに向かってブッと見たらめちゃくちゃ怖いんやけどな。あ、全然。いや、割と怖いって、これ。カルトホラー。オーリーは間に合いませんでした。それでも少なくともその子を適切に埋葬してやることはできるでしょう。その子がまた新しい闇の魂になってしまわないように。何てゲームしてんねん子は。何てゲームしてんねん子は。いや本当にホラーゲームだと思って買った。ちょっとね、なんか今日えらくあれだな、上がるな。フィルターじゃなくて、プロパティじゃなくて、あれか。詳細プロパティか。の中の、
あ、違うわ。フィルターの中のコンプレッサーの値をちょっとだけ変えよう。6。これぐらいかな？ OK。いや、なんか、本当に。上がる。血圧が。いや、音量。血圧はもう上がってんのよ。から、毎朝納豆食べたりとか、ごま麦茶飲んだりしてるんだよ。納豆はいいぞ。納豆は非常に。夢の中に一つ光がありました。彼の心は罪悪感と悲しみに沈んでいましたが、その温かい光が少しだけその心を隠してくれるようでした。減塩すりゃいいのだよ。減塩すりゃ、確かに。と、トゥーバーは言いました。彼にその言葉を信じました。減塩するか。減？リュクト・グッベは山よりも深く生きていました。彼は世界そのものと同じぐらい長い生き物。彼は秘密の守護者であり、物語の収集者でもありました。あ、本当だ、本いっぱい。待って、置いてかないで。置いてかないで。あ、これを見ろってことか。遥かな昔、とある平和な王国がありました。しかしその国には嫁ぎがいませんでした。ニルス王、マグダレナ王、女王の子供を授かりました。待望の男の子身、ウルリック。女王のベッドに医師たちが慌てて駆け寄りました。出産に耐えることができなかったのです。王の最愛の人はこの世を去りました。悲しみに打ち枯らされたニルス王の人生、ウルリックは生命力に現れた少年として成長していきました。王の心に忍び入ろうとする闇を収束できたのは王子だけでした。ウルリックの王子が病気になりました。あらゆることを試したが衰弱していく一方だ。医師たちはニルスの王に魔女が病気を治すのに使う。花は見つかりませんでした。やがてその探索が身の毛もよだつ魔女狩りになりました。魔女のむくろの山が積み上げられました。花はどうしても見つかりませんでした。魔女狩りっていう言葉を聞くと、魔女狩りっていう言葉を聞くとどうしても集団ヒステリーの方を思い出しちゃうんだよな。FGO のアビゲイル・ウィリアムズとかの、あれで。待って。おいでるなぁ。おいでくなぁ。なんかここはどこやねんって。オーリア、しかも暖かい光の中にずっと止まっていられたらいいのにと思いました。しかし、リリモールを見つけるためには山に向かなければならないということも彼にはよくわかっていました。はい、できます。突然、聞き覚えのある声が聞こえました。あ、オーリー、私が守ってあげる。姉ちゃん待って姉ちゃん、お花きれい姉ちゃん
これあれだ。あの、サムネで使ってる。あ、え？姉ちゃん消えた。え、その先に何が？こんな弟うるせえ。やめてよ。わあ。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、何？ラスボス戦？周りのこれを、あーい！あー？直接攻撃が効かねえんだな、これ。基本的にハイド後。ああ、これ木の陰に隠れたらダメってやつね。ボコボコボコがザバーンだから木の陰に隠れる。でこれは、木に隠れたらダメ。いなくなった。で、これ単独攻撃。で、くらえ！姉ちゃん！は？え？おう。そのもの光の剣に変えて、え、どうすんの？うわー、姉ちゃんの仇。ちょえ？何これ？あ！はい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 。そこにおったんか。なげ。
これ全体攻撃。ランダム攻撃か。あ！くっそ、これはキーマウのがいいな。あ、これもあるね。なるほどね。了解。エイムが必要な時はキーマウのがいいですね。あぶね。これ遠距単体攻撃。オッケー。で、ボコボコだから、これキー。これ全体攻撃。まだある。2枚。ほい。まだいるんか。ボコボコだから、全体攻撃。OK。あ、いる。これはランダム。おぉ！おーらあと2回長くね。え？おーらー、だしだよ。なんでこの手の敵は弱点を露出してるんでしょうね。あ、魔女狩りじゃんこれ。何回刺すの？実はこれが魔術の魔女の儀式でしたとかない？めっちゃ刺すやん。え、これちょっと一回止めてみよう。わからん。スコックなんとかっていう実績解除。わあ。
倒しはしたけど、結局姉ちゃん帰ってこないっていう。これが実は闇の儀式でした。タンタンってことなのかな。え？オラ、What have you done? あなたは何をしたのです。トゥーバの声が聞こえました。はい。なんかよくわからんやつを倒しましたよ。なんか、あえて懲らしめるところで止め、あんだけ刺せるってことは逆に言うと、あそこで刺さない選択肢もあるんかな？わざと。うわぁ！そんないいもんじゃなかったぞ。こんな爽やかな声の曲、あの曲流すところじゃねえんだよ。もうはい、映像がひどいことになってるから。ホラー以上にホラー。そう。わあ。怖いって。逆に今吐いたんだっていう感じ。ネズミ。池の水。池の水。カラッカラなと、ねえ。
なんか別の意味でホラーなんだけど。待って待って待って。え、これはどうやっていくの？無理だよねー。ファ？え、どうやっていくの今の。へぇこの状態なら見つからへんねや。村町はその平和な日々、黒い眺めの美しい男たちは彼女を追って森に入ってきました。戻ってきた者は正気を失っていました。彼らはその年頃の娘すべてを捕まえていき、魔女裁判に行きました。彼たちは本物の魔女が いるつか見つかると信じて怪しい。The villagers grew more and more desperate and burned down a. あ、それが今のか。The villagers had lost themselves. They killed their own mother. Then one night, the moon shone at its brightest. 夕方、男たちが見つからん手で問題解決しちゃったし。黒髪の女性を追い求めて焼けた森の中を進んでいきました。しばらくすると、美しい女性が空き地に立っているのが見えました。その姿に魅了され、顔を手に。ダメじゃん。あ、シェイプシフターか。シェイプシフターか。When they were close enough to touch her, she ripped their chests open. 脈打っている心臓から奇妙な力を引き出しました。それが今のさっきのやつか。特にここは何もないと。だからー、だからー、そういうことね。ここで鳥を散らしといて、で、こいつらが元のところに戻ったところで、奥に行けってことか。なんでー？あ、そっちから行けるんか。じゃあなあばよ。
いや、意外とこれ怖い。え？あ。え？なるほど。ここのやつは見失うんか。乗れよ。頼むから乗ってくれよ。あ、出た。調合システム。今回は、ひし形と十字。なのかな？丸。あ、これいりますね。あ、違う。五角形か。五角形と、これと、これと、あ、危ね。これね。を合体させた。記号があれだから、これで OK。OK！ しゃ。ほぼ全部の線パターンやんけ。え？丸はないな。これと、三角形と、O か。O かな？まあいいや、とりあえず作ってみよう。ちゃっ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 ちゃ上手にできました。ボリュームすごいな。ねえ、めちゃくちゃすごい、これ。ろうそく。めっちゃあるっすね。ザ。
どこまで上げなきゃいけないの？ただのアクションゲーかと思ったら謎解きまで。そう。ただのアクションだけじゃないっていうのがね。いで。ん？なんかあるか。花のマーク。わーい。やめてよ。私、彼のことが本当に好きみたい。言葉では書き表せないくらい。そして彼も私のことを愛してくれている気がするの。俺はまだあの暗闇の時代から立ち直るために頑張っているところ。でも少なくとも私とあの人はちゃんと生きてお互いを思っていられる。あの恐ろしい魔女狩りが終わって、やっと平和が訪れたと思ったのに、やっと心配しなくていい日々に戻ってくると思ったのに、俺にも恐ろしい疫病が流行り始めている。少し罪の罰んじゃないかって気がしよう。ほうほう。夜に熊手を持ってうろついてる老婆を見かけたって。そしてその人がそうとった家では住人が病気になるんだって。夜が明けるたびに誰かがまた疫病で倒れていく。そして亡くなってしまう。もう亡くなった人をちゃんと弔ってあげることすらできない。死んだ人が墓から蘇ってきて生き残った村人たちをた、襲って食べてしまうの。一緒にいられたらいいの。次の人生で彼と同じです。彼に会いたい。うわあ、待ってー、じゃがいもの目みたいなのが生えてる。またいるんだけど。
落下で死なんかったのに。そんなことある？ああ、これ左やね。今のはどう攻略するのが正解だ？じゃあ光に呼び寄せられるから、いや、もう出れたやん。ちょっとしゃがんでいけますやん、今の。わあ。わあ。やだー。やだー。わあ。割と、精神的にゴリゴリ来るぞ、これ。教会だ。積み重ねて。失礼します。失礼します。なんかこの、ちょっとしたところから登っていくのはすげえアサシンクリード思い出すな。いいで。蘇りませんように。うわあ、ああ、やめてやめてやめて。来るなよ、来るなよ。来そう。
うわあ、ちょっと待って。割と恐怖。下手なホラーゲーより怖いんやけど。あった、私パニックホラーダメなんだな。普通にバイオハザードは声上げるんですよ。この手のタイプが本当に苦手なんだな。まあ、やるけど、全然。わあ、なんか日食してるし。わあ、綺麗じゃないのよ。え？かかああ。ここに来たの？よこいせー、どこいせこれ、このアクションいるんかな？うわー、なんかおるー、待って待って。
うわあ。おー危ねお前だ。なんかヒゲみたいなのが生えてるやつが敵のあれの本体なんですよね。ほっ。なんか乗っとるんやけど、これはもうええの？これ死神ですね、本来の。うわ、危ねえ。急に攻撃法を変えるな。あれ、お前だ。うわ、あっ、キモ。待って、今のめっちゃキモかった。はい。ないわうっそー。何これ、何こいつ。え、今のダメなんです。嘘でしょ。えい、こっちの方が楽かな。あんなん、あんな即死イベントやめてほしい。待って、待って、今の避けたやん。お前やー。
右目つぶした。あ、この2回ぐちゃぐちゃっていうのが出てきたらこれやね。がネズミを出してくる。攻略法はさえ分かれば。え、3ラウンドあるんひょっとしてこれ。いやよ。いやー待って、蘇ってるって。やめてやめてやめてマジで。起きなくていいよ。起きなくていいよ。言ってたバカな、バカー。ち、今の多分複合体でしょうね。あ、おい、手前はあかんってお前。右目、左目潰した。うわーっ、危ね。マジでちょっと夢に出そう。マジでちょっと夢に出そう。やめてやめて、マジで。カマチョ。カマチョ。そんなええもんちゃうよこれ。そんなええもんちゃうよこれ。あ、終わった。ペスタ。エスケープペスタ。ペスタって何？彼は闇を乗り越えました。彼はついに山にたどり着きました。彼はついに姉を見つけることができました。ここまで来て姉ちゃん死んでとかそういうオチやめてよ、マジで。なんかさ、色がないのがちょっと怖いんですけど。あ？え？待って待って。真っ赤っかやん。で、しかも主人公、血みどろなってるし。闇乗り越えてへんのちゃうのこれ。あ、山ってここか。待って待って待って、なんか嫌な予感すんぞこれ。姉ちゃん。
オーリーの心の中の後悔を感じ始めました。それさえも止めることができなかったという後悔。あの女の人が自分の子供を溺れさせることを止めることができなかったという後悔。変わり身の妖怪を殺してしまったという後悔。あ、やっぱ本来あれはもう強制ルートか。ブランブル。目の前に寄せている山を見つけたが、彼らが許してくれることを願わずにはいられませんでした。オーリーはトゥーマの導きに従ってついに目的に向かって玉座の広場で歩いてゴールの心をついにあんたにという思いでいっぱいでした。おう、ゴムデルタ2層はついに王国の辺境にある魔女の家にたどり着きました。ひざまずき魔女に懇願しました。愛する息子を助けてほしいと。恐ろしい力があると語りました。いいことのためにしか使わぬよう、くれぐれも気をつけなければならないと。扉の1枚しか使わないようにと言いました。必ず恐ろしい死が訪れることになると。ウルリックが回復を始めました。王の間で、ね、王部族への不満が高まっていたのです。ニルソは枯れ果てた息子の姿で、その時彼の心が闇を遠ざけていた最後の光が消え去ったのです。心破れたニルソは王女を目、約束しながら花に目を向けました。苦しみから逃れるリリースの手段のように見えました。王と王子の陰に来た魔女は悪夢のような光景を絶望の眼差しでじっと見つめました。あ、これあの人だ。彼女はニルソーの上に山を作り上げ、彼が王が王国に行く時あなたのと同じ茨で彼を縛りました。今に至るまでこの罪悪な行いと罰してトロールたちが王に食べ物を与えているのです。そういうことか。これあれやね、さっきの。ブランブルっていうなんか実績解除されたんだけど、まだ終わる雰囲気ないよね、これ。王様。子供が生まれた時。これ幸せなところね。
これに浸してたのかも。2か11だね。ちゃうちゃうちゃう。なんで服着替えたの？はあはあ、時計の針。出られへんくて、11と、これあったんかな？なさそうかな？あ、あるわ。6。もう一個あるはずないけどな、針。あ、これか。あれ？違う。これの底面に2でした。2と6。開いてない。6と2かじゃん。かもしくはさっきの6と2足して 8？ なんか若干音が違うんだよね。あ、10。6と2と10。何もないか。6と2と10。ん？足らん。1ってこと？
じゃないんか。ん？開いてないよね。これ、なんやろ。これが見れて、特別数字になってる感じのところもなくて、あった。ちゃうな。これが十って書いてて、先端恐怖症の人は今ヒヤヒヤしてるな。笑。これかいちゃん大丈夫？先端恐怖症じゃない？これ何マジで？私は大丈夫。私は大丈夫。OK です。ほんなら、問題ないかな？ちょっと待って、マジでこれ何？ここにある？もう一個。でも反応あるけど、特に何も書いてへんしな。ちょっとごめんなさい。これだけ攻略見てもよろしい？攻略あるんかな？YouTube しかない。
なるほど。要は、ここで見たこれの銃と、ここで見たこれの2と、ここで見た6のあれが、この絵の順番なんですよね。だから、6、2、10。6、2、10の順番。が正解らしい。なるほどな。そう言われたら納得。なんかまた暗いとこに出るな。ドワーフ。なんか今までの総決算っぽい感じやな。なんて？おお。めっちゃ変な声出た。いや、つかめよつかめよ、頼むから。今までお前散々掴んできたやんけ。
永遠閉ざれているはずだった門が今開きました。あ、ほんまや、奥になんかおる。山の王の姿が今晒されたのです。リー・モールが巨人たちの優勝されて前に彼の袋のところにたどり着かなければなりませんでした。袋ってどこ？プロが そう、さっきの姉ちゃんまだ丸飲みやから、助かる可能性はあるんだよね。
シャア。おおおおお、ちっちゃい人間倒すためにお前そんなでっけえの持ってくるか？最悪。まあまあいったぞ。あ、でも減ってる。ふい。あ！おや、俺会社聞いてへんて。あ、早くなってる。ほい。ビタンビタンしてる。茨城は栞り始めました。何世紀もの間そこに閉じられていた山の王は久しぶりに目を開きました。そして王はそこに彼がかつて愛した息子の面影を見ました。もう二度と息子を失いはしない。今度こそニルス王は闇に打ち勝つのです。わあ。呪いの源がついに開花しました。
すべてを終わらせました。おお。上に登って、そして中に入るしかありません。いや待って、リルモールとリリモールは違うんです。リルモールって今出てきたっけ。リリモールが姉ちゃんの名前だね。いや、さっきので死んだんやから、これも絶対死んでるって。ほら。クーバーは王林に最後の贈り物をくれました。後味が悪いからどうにかなってほしい。どうにかなった。アイアンマンみたいなことになった。山の死とともに彼らを捕らえていた牢獄が崩壊し始めました。あ、しかしレムスは決して彼の一応の友達を見つけたりしませんでした。レムス、止まんねえね。彼女は悪夢に押されて目を覚ましました。記憶が彼女を怯えさせます。心不足になった彼女は弟のベッドの方に目を向けました。しかし弟の姿はどこにもありません。
これはあの集めたやつですね。ホームアゲイン。しかし外の暗闇も彼女には怖くありませんでした。彼女は分かっていたからです。彼女には弟がいると。はい、ということでブランブルクリアかな？はい。で、これなんですけど、スタルフロールが流れ、ゲームがコンプリートとなります。で、DLC はね、この曲が DLC ですね。で、なお一度も倒されたり死んだりすることなくゲームをコンプリートすると実績サバイバーが解消される。無理やろ！割と難易度高いぞ、これ。ねえ、なかなかにハードな感じ。ちょっと待って。ブランブルの考察ってのがありますね。何、分岐とかって書いてるんだけど。トロコンはもう別に大丈夫です。なんかエンディング分岐とかあるんだけど、ちょっと待って待って。さあ、ということで、ちょっとほんなら一度、奥にプリプリおる。あ、ほんまや！お尻プリプリ族だ。前半の癒し。と、それでは、一度、待ってくださいね。ああ、そうか、これ結局あれなんか。
はい、これで、あれかな？ちょっと待ってね、一度。ついでだから曲も流そう。あの感じから、あの感じからすると、このしっとりした曲の方がいいやろうということで。はい。で、じゃあ、ブランブル、ちょっといろいろと、考察、感想というところを見ていこうと思うんですけど、まず北欧神話から調べましょう。で、ゲルマン民族などに、あれですね、で出てくるのが、ニーベルゲンの歌、主人公ジークフリートですね、とか、その辺が出てくるのが北欧神話なんですけれども、まあ、超自然的存在。ニブルヘイムとかその辺か、ユトゥン。オーディン、ヴィリ・ヴェール。あれはどこになるんだろうなぁ。現代の影響として、曜日ですね。Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday。は、これ、要はここから来てるらしいですね。例えば、Monday は Moon's Day。で、Tuesday が Tew の日。Tuesday, Tewl か。Tew の日。で、Wednesday、ウォードン、これがオーディーンに相当する北欧神話の。で、サースデイ、雷、サンダーズデイ、トールですね。で、フライデー、フリークまたはフレイヤの日。で、サタデイは、ローマ神話サトゥールヌス。アングロサクソンの神が由来ではない。サンズデイとかから来てるというふうなところですね。初心でも よくわかる、北欧神話というところが今あるんで、ちょっとバーっと見てみましょうかね。まあ、それこそユグドラシルとかあの辺がそうだった気がするんだけど、そう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 。あ、ルーン文字だ！そうだそうだ、途中で出てきたやつ、あれルーン文字だ。で、ちょこちょここう出てくる言葉だとかっていうのがあったりして、なかなかに難しいところがいっぱいあったなぁという感じですけれども。これでもいろいろと勉強してみてもいいなぁ。直接的に今回出てきた、人たちっていうのは関係はないのかな？あ、デンマークの鬼ニルスっていうのがいる。これ息子ってマグヌスだったっけ？マルガレータ王が、1129年頃死去し、息子マグヌスは1130年、追われた。あ、違うな。難しい話だなぁ、そう考えると。いや、もうマジでこれ、思った以上に心に来る感じでしたね。はい。
というわけで、無事、ブランブル終了ということで、今回はこの辺で終わりと思います。終わりたいと思います。お疲れ様でした。まあまあまあ、ええ時間なんでね、皆さん、明日、てか今日か、月曜日ですからね、しっかりと休んでいただいて、またお仕事頑張ってください。はい。というわけで、お疲れ様でした。おつうちです。ではでは、おやすみなさい。バイバイ。